ちは、トミーです。で今日は、コメント欄に2週間コーデを載せてほしいとの意見をいただいたので、今日は1週間コーデを考えてみました。よければ参考にしてください。はい、ではどうぞ。まず1コーデ目です。これはオーラリーのワンピースなんですけど、これは、夏でもこのまま1枚でも着れますし、こうやって冬でも中にタートルとかいろいろ着るとすごく可愛いので、私はよくこれを着ています。でこういう感じで前を開けても羽織る感じにしてもすごく可愛いと思います。このオーラリーのワンピースはところどころのデザインがすごく凝っていて、形も可愛いですし、夏はこれだけでも着れますし、中にちょっとボリューム感のあるシャツを合わせてみてもすごく可愛いです。でこれをインスタで載せるとよくどこのワンピースですかってすごく聞かれるので、夏はすごくよく着ています。次に2コーデ目は、これもともとワンピースで、これ全部締めるとワンピースにもなりますし、前を開けるとこういう感じでベルトで留めるとすごく可愛いので、はい、おすすめです。こういう感じで、前を開けてベルトで留めるとすごくスタイリッシュにもなりますし、よくこの着方は私はしています。この色も珍しくて、パープルみたいなグレーみたいなすごく変わった色なので、変わった色とか変わった形がすごく好きなのでこの服を買いました。次に、これはアウトドアっぽくコーデを組んでみました。これはフェスとかでもよくこのベストを着ていて、ポケットもついていてすごく物が入るし、形も後ろの形もすごく可愛いのでお気に入りです。でノースフェイスの帽子を合わせてみました。これはこの形あまりなかなか見ないので、もう見つけた時は即買いました。このベストは、上まで チャックを閉めるとまた形も変わっていてすごく可愛いので、いろいろ着回しにすごく便利です。次のコーデは、結構きれいめに着たい時にこの服をよく選びます。で私普段ベージュとかそういうかアースカラーとかの洋服が多いんですけど、たまに無性に黒を着たくなる時があって、やっぱり黒を着ると引き締まりますし、ちょっとクールな感じにもなるので結構たまに着ています。これは、前を開けてネックレスとか見せてもいいですし、全部上まで留めちゃってもすごく可愛いので、参考にしてみてください。次にこのコーデはこのチェックのワンピース、シャツはこの形がすごく変わっていて、変形のシャツなんですけど、このデニムを合わせることで結構カジュアルになるかなと思います。ゆったりと着たい時とかよくこのコーデを選びます。この上からアウターとか合わせても可愛いですし、なんかデニムじゃなくても何でも結構合うかなと思うのでよく着ています。次に6コーデ目はユニクロの白のノーカラーのシャツと、これもユニクロなんですけどウルトラライトダウンを合わせてみました。
それはすごく皆さんも知ってると思うんですけど、あったかくてこの上からアウターも着れますし、ちょっと帽子を合わせることでカジュアルっぽくなるかなと思って着てみました。これを、上まで締めても可愛いですし、こうしなくても可愛いです。ちょっと色物のパンツを合わせて着てみました。次に最後のコーデです。これは6の、シャツとパンツなんですけど、これは、私の中に白のカラーのシャツを合わせてみたんですけど、これは白のシャツを着なくてもこのシャツとパンツだけで合わせると、セットアップみたいにも着れますし、これシャツを出しても可愛いですし、いろいろ着方が楽しめるかと思います。で、私が着るとちょっとパジャマっぽくなっちゃうんですけど、子供っぽくなりすぎないように私はシャツを合わせてよく着ています。ご視聴ありがとうございます。私151センチなので、低身長の方とかでに参考にしていただけたらすごく嬉しいです。で、よかったらチャンネル登録と高評価コメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ちゃちゃまるでした。バイバーイ。